ゆうたのセカンド小倉です。渡りです。いよいよ年末ということで、はい、2022年ですかね、年末がやってまいりました。炎上しますよ。携帯もクイズって言ってやる気ないわ。炎上失礼しました。終わりました。まあ、年末年始のね、営業時間をお知らせというか、まあ、お伝えしとこうかなっていう感じですかね、はい。まあ、もう今日が23日撮影日、はい、23日撮影しております。まあ、26日は月曜日なんですけど営業します。で、30日までですね、はい、12月30日まで営業して、31日、1日休んで、2日と3日ですね、が5時から、はい、12時まで、で4日から通常営業、はい、で8、9、10、僕たちの3連休です、はい。まあ、休みとしては一応だから、まあ、31日と1日、8、9、10と1月の8、9、10はお休みです、うん。それから全部、はい、26日もね、月曜日ですが年末なので全部臨時で、うん、全部いただきます。はい、ということでね、これまだ10連勤2日目というか、はい、大丈夫、10連勤っていうか大丈夫、炎上した、はい、大丈夫、カップ引っかかんない、引っかかんない、10連勤はカット10連勤とコンプライ違反かもしれない。もしかしたらね、はい、あ、嘘です、10連勤じゃないです、嘘です。もう2日終わったから8連勤です。そうですね、あともう2日終わったんでも8連勤、あと8連勤があるので、はい、頑張りたいなと。そうですね、頑張ります、頑張りますので、お待ちしております。よろしければ、はい、お待ちしております。僕はイクイノックスです。ペアーズルでイクイノックスです。分かんない人は分かんないですよ。分かんない人は分かんないね。何言ってたんだよ、まあ、クリスマスの、ね、イベントで、はい、一大イベントがね、僕たちは待ってる。もう一本ね、YouTube、ね、上がると思います。2本かな、はい、上がります。まあ、1個あるとしたらもうイクイノックスです。ペアーズルです。以上です。です。はい。お疲れ様です。お願いします。お願いします。